はい、どうも、カパン長です。じゃあね、こっちの方もね、順番にね、今日はまあまあ、こっちはこっちでニュース、興味深いニュースがいくつかあってね、どれにしようか、絞ってもやっぱりいくつかあってね、例えばサスポロススキノのね、この首切断、ね、逮捕された件あったじゃないですか、まあ、その動機がね、何言ってんだこいつっていう話だったりとか、あとなんかほら、まあ、娘さんと両親と3人パクられましたよね。今度なんかおじさんだかおじいさん、祖父かおじいさんですよね、が出てきて、なんだこいつもかみたいな話ですけども、があったりとか、あとはまあもうビッグモーターのね、相変わらずのビッグモーターですけども、これもういよいよあれですよね、もうお互いになんかもう関係している、まあ、組織だったり個人だったりでね、このなんか責任のなすりつけ合いが始まってて、まあビッグモーターは当然ですけど、あとこの保険屋ですよね。で、今度はその、この金融庁、あと国交省ですか、うん、どいつもこいつもグルになって、僕はそう見てますけども、うん。ね、どこまでいけるのか、ね、ビッグモーター止まりで終わりになるのか、ちょっとわかりませんけど、ね、とりあえず保険屋もなんかこの処分は免れられないみたいな、そういう状況になってきてるらしいですけども、うん、っていう話があったりとか、あとはまあこの埼玉川口のさ、ね、例のあのね、偽装難民、難民申請中不法滞在、ね、仮放免クルド人、ね、フェラーリ乗り回してる話とかね、ほんとふざけてるよなこいつら。にもかかわらず、ね、この日本犯罪者協会、ね、反日クソ NHK は、ね、相変わらずかわいそうみたいな、こんなわけのわからんね、でたらめなドラマ垂れ流してみたりとかね。あとは、まあ、なんかひろゆきさんが自民党と公明党は日本人減らして外国人を増やそうとしているっていう指摘をしてみたりとかね。うん、まあ、実際日本国内の日本人の数は減っていて、逆にこの外国人は、ね、増加してるんですよね。コロナ禍以降初ですかね、3年ぶりに増加に転じていると、うん、何も喜ばしいことないですよね、うん、で日経なんかは、ね、この1億2242万人いるらしいんですけど、日本国内に日本人がね、は300万人弱の、ね、外国人に支えられてるんだから感謝しろみたいなこと書いてるんですよね、日経がね。ふざけてるよなこいつらはな、本当で、まあ、そんな中、ね、政府も自治体も、例えばこの犯罪を犯すこの不良外国人を、ね、次々、ね、このパクられちゃう謎の不起訴で、ね、キャッチ&リリースを続けてますよね。何考えてんだよと。やっぱりだから日本社会をどんどんおかしくするためにわざとやってるんですよね、うん、他に何か理由があるんだったらぜひ教えていただきたいですよ。例えば、ね、河川敷に赤ちゃん捨ててきた、ね、ベトナム人、これも不起訴。あとは偽造マイナカード、もうマイナカードの偽造ですよね。偽造マイナカードで、ね、この要は SIM フリーの SIM カードですよね。これを購入しようとして逮捕されたベトナム人、これも不起訴ですよ。うん、ありえないでしょ。うん、普通に、ね、日本社会だいぶおかしいですよね、ここでも。あとこのフィリピン人、ね、職場の同僚の頭を工具で殴って逮捕されて、ね、うん、ね、注意されて、ね、言葉が分からずに、ね、カッとなってやったと。日本語分かんねえやつ連れてくんなよ、だったら。うん、だからこれも政府と自治体と、ね、このまあブローカー、あとはこの雇っている、だからもうどいつもこいつも、ね、官民一体となって日本食い物にしているやつから、うん、が多すぎるよね、うん。無責任だよな。だってこいつら誰も責任取らねえじゃん、なんかあった時も。ね。うん。でね、さらにこの、要はこの日本政府、ね、こういうふざけたやからを管理監督しなきゃいけないやからが、ね、例えばこの、ま、さっき出てきたマイナンバーカードですよね。マイナンバーと、あと、この年金情報、中国にね、厚労省がね、垂れ流しやがったんですよね、こいつら。ね。なんか情報漏洩みたいな体で報じていますけど、絶対嘘ですよ、わざとやってるんで。で、当然これ隠蔽隠してきたんですよ。で、それすっぱ抜かれてるんですよね。うん、もう関わったやつ全員クビにしろよ、で逮捕しろよ、うん、明らかにだって国民情報垂
他国に垂れ流してんだから犯罪だろこれ。うん、あとはそうだな、でまあそれとは別件ですけどね、この厚労省、まあ、健康保険のこの不正使用ですよね。保険証のこの他人の保険証をこの不正に使い回す不正使用あったじゃないですか。あれがようやくこの国会でなんかこの言及があった。遅えよな、ないよりはいいんですけど、今頃かよと。うん、さっさとさね、関わって片棒担いでたやつとっ捕まえてぶち込んで死刑にでも何でもしろよ。食われすぎだよね。一緒になってこの食い散らかしてるからさ、やまらないよね。ね、バレちゃ仕方ねえってこんなもんだもんね。うん、っていう話があったりとか。あとはまあこの木原誠二、ね、この官房副長官のあの奥さんの件。ね、まあこの取り調べてしていたこの調査官ですよね。取り調べ官がね、まあなんか実名で告発してきたらしいんですけども。要はこれ取り調べっていうか捜査がね、打ち切りになったんですよ。強制終了。なんでかっていうと、ね、うん、この木原さんが、ね、この手回して、ね、もうこれ以上なんかこう歯向かうようだったら、ね、調べ進めるんだったらお前ただじゃおかねえぞと、捜査官脅迫してんですよ、うん、いつでもクビにできんだからな、その覚悟があるんだったらやってこいよって、やれるもんならやってみろよっつって、で握りつぶしたらしいんですよ。まあどこまで本当か分かんないですけどね、まあでもそれぐらいのことやるんじゃないですか、うん、っていうふざけた話とかね。どれにしますかねえってとこなんですけども、やっぱりあれか、札幌すすきののね切断事件行きましょうかね。うん、まあなんか、ね、その動機ですよね、これがねちょっと意味が分かんないんですけども、なんかねもうマスコミはねもうポツポツなんか被害者面でね、うん、やらかしたこのパクられた3人を擁護するような報道の仕方を始めてますよね。これもなんか気持ち悪いなと思ったらね、動機がまたねなんか意味が分かんないんですけども、不同意性交みたいな、要はこの首切られた側にね、うん、不手際というか過失があったみたいな体でね話し始めてるんですよね。何それ。で何かってこの田村里奈容疑者ね、29歳のあの女性ですよね、が、そもそも男嫌いだと。じゃあなんでそんなところに2人で行ってんだよって話じゃないですか。でそれをねなんか無理やり後付けで、要は相手が女装していたみたいなこと言い出してんですよ。あの首切られた方ですよ。だから油断してねホテルに行ってしまったんだみたいな。でこれをなんかこのジジイがね、うん、祖父がなんかそういう語ったと。そんなことありえるのか。でまあ逮捕当日、ね、このことの顛末ですかね、この逮捕当日の、要はこのおじいさんからしたら、娘さん、だからお母さんですよね、ひろこ容疑者との電話で、二度と現れないと言ったのに現れたからみたいな、なんか、まあ、そういうやり取りがあったって、この祖父っていう人がね、なんか証言してるらしいんですけど、なんかいまいちあれだな。今のところまだこの3人ともこの認否明らかにされてないんですけども、なんかいろいろとうさんくさいっすよね。ちょっとね見ていきましょうかね。札幌すすきののホテルで、これやっとこの男性のこの A さんね、なんかこの画像らしきものが上がってきましたけども、62歳の男性の方ですよね、が首がない遺体が見つかった事件ですよね。で、北海道警が死体遺棄などの容疑で24日逮捕した職業不詳田村里奈容疑者29歳。この厚別区っていうところはまあなんかいわくつきのエリアらしいですよね。うん、なんかその北海道札幌に住んでる知り合いとか、あとコメントなんか見させてもらうと、まあ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 、なんかそういう、治安の悪い、そういうエリアみたいですよ、どうやらね。うん、の、自宅から A さんのものと見られる頭部が見つかって、で、まあ共犯者で、ね、父親のこの精神科医で、田村修容疑者も含めて容疑者の認否を明らかにしていないと。
で、そこで突然出てくるのが、要はこの A さんの性的指向に基づいた不同意性交が事件の動機につながったかもしれない可能性が浮上とかって、マスコミはまあなんか適当なこと言い始めてんな。で、なんかカラオケディスコってまだあるの？カラオケなのかディスコなのか、そういうところってどういうところだよな。A さんは女性としてこのリナ容疑者に近づいて安心させた後、突然豹変した可能性があるとか言ってるんですよね。何それ、 LGBT 的な。で、でまあなんかこの、精神科医の父にあたりますよね、この祖父、がまあそういった趣旨のことを証言してるんだと。で、まあだから孫のリナはね、結婚もしてないし、男がそもそも嫌いだと。私が知る限り家族以外の男に気を許してるのは見たことがない、そういう特殊な性格を持った子だと。だからリナは襲われたと。相手が女の格好をしていたから、ね、リナは女だと思ってた。それで二人でいいところがあるから行こうと言われ、ラブホテルに入って、入った途端に相手は男になったわけだと。出会ったのはカラオケなのかディスコなのか、そういうところだと聞いていると。いつどこで聞いたんだそれで、でこの祖父が不同意性交がいつの出来事かについては聞いてなかったが、修容疑者とその妻が A さんと話し合った末決着がついたと聞いていた。なんかストーキングみたいなことに遭ってたってこと、なんかこの女装した性自認なのかなこれわかんないですけど。で、俺は二人になんでその時警察に言わなかったんだと厳しく言ったんだけど、本人がもうやらない、二度と姿を現さないと言うから表に出さず自分たちで決着をつけたと。で、まあだからなんだこのじいさんから見たら息子夫婦かね、リナ容疑者のお父さんお母さんもそれで安心していたと。ところがこの A さんはこの約束を保護にして、レリナ容疑者に再び連絡を取ってきたと。で、女装愛好家の A さんは、通っていたすすきのの特殊なバーでトラブルを起こしていて、出禁処分を受けるなどで界隈では有名人だったんだって。本当かこれ。で、レリナ容疑者はそんな A さんに恨みを持っていたと思われると。仮にこれが本当だとして、ね、人殺していい理由にはならねえよな。だから要は、あれでしょ？要はこうストーカーに会ってたっていうことでしょ？警察に通報しとけよ。で、今回リナが会いに行ったのは正直殺すつもりだったんだと思う。おさむと奥さんが被害者に話をつけて二度と現れないと言ったのに現れたから、襲ったこと自体はそれは許せないけど殺すのは別問題だろう。どっちに対して何を言ってんだろうこれ。で、祖父がリナ容疑者含め息子一家と最後に顔を合わせるのは3年前で、不同意性交を含めて一連の顛末を聞いたのは逮捕当日の24日だったと。で、おさむの奥さんが電話してきた。家宅捜索に入られ、いろいろなものが出てきたから、父親と娘は逮捕しますと同警に言われたみたいだ。あの時奥さんの自宅には報道陣が押し寄せるからってホテルに移動していた。そのホテルの電話から私に電話をしてきたと。で、私は事情を聞いて奥さんもいずれ自分を逮捕されることは分かっているんだろうと思った。だがあんたがしっかりして二人を支えなきゃならんだから頑張れとしか言えなかったよと。ひどくがっかりした様子だったみたいなこと言ってるんですけどね。で、まあ25日ですかね、死体損壊と死体領得、死体遺棄の疑いでこの母親の、まあだからこのおじいさんが言ってた奥さんですよね、田村浩子容疑者も逮捕されましたよね。このじいさんは何を言ってんだ、なんかいかにもね、後から取ってつけて作り上げたような作文にね、なんかその作り話にありがちなね、何とでも言えるような、まあまだこれからいろいろと調べてね、はっきりさせていく段階なんで何ともあれですけど、とりあえず今回の話はうさんくせえなとしか言いようがないかな。これで被害者が悪いってことにはならないと思うし、
だってそもそも殺す気満々で行ったに違いないって言ってるわけでしょ、うん、フォローにもなってないんであれなんですけども、だって死体テイクアウト用のトランクも持ってってたわけだよな。あ、なんかこのじいさんはじいさんでなんか危ねえやつだな。あまあだからね、うん、後から作り上げてね、このこれ以上に納得できる、まあ、本人がねそう思ってるだけだと思いますけど、ストーリーはね思いつかなかったっていうね作り話だと僕は思いますけど、どうでしょうかね、うん、真相究明までいきますかねこれね、うん、まあこれで無罪、おかわいそうっていう方向にもう持っていこうとしているみたいですけど、反日売国税はね、うん、気持ち悪いやからだよな、ほんとクソマスゴミはどいつもこいつも。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。